ハロー、新人バーチャル YouTuber のピエロだ。今回紹介する漫画は電波的な彼女。漫画といったもの、実はこれ原作はライトノベルなんですね。まさに俺の青春時代の象徴とも呼べる愛すべき作品だったんだけど、実は最後に新刊が出たのが2005年なんだよ。それから特に続きが出るともうシリーズ終了とも公式から告知することなく、2014年に作者の片山先生の紅4巻以降は執筆活動自体パッタリ押さらなくなってしまった。それから完全にコンテンツの供給が絶えてしまったんだけど、何が辛いってこの電波的な彼女、ただ面白いだけじゃなく空気感が独特で、好きな人にはたまらない、刺さる人にはぶっ刺さる唯一無二の作品だったから、作品への上をごまかしてくれる似たような作品にすら滅多に出なかったんだよ。マジでラノベ掲示板の片山健太郎作品総合すれとか亡者の集会所みたいな空気だから。こうして電波的な彼女の愛読者はいくら蛇口をひねっても水が出なくなった水道をしゃぶりながら良さを過ごしたんだけど、年号が令和に変わってから唐突にコミカライズ決定のニュースが飛び込んできた。15年越しに水道管が破裂したんだよ。帰ってくる、俺たちの黄金が帰ってくるってなった。そしてこの度無事にウルトラジャンプでの連載は終了。先日コミックス1巻2巻が同時発売された。そんなわけで俺もこの作品に対してはかなり思い入れが強い。だからお前ら、今回俺がバーチャル YouTuber で命拾いしたな。もしも直接対面したら時計仕掛けのオレンジみたいな引き越したから。最初に電波的な彼女のあらすじについて説明すると、毎日を自堕落に生きるため不良であることを選んだ十沢十はある日謎の同級生落ち葉の雨に見なされる。実はこの落ち葉の雨、前世の自分は大陸脳である十に仕える下僕である記者だという電波的な妄想を語る少女だった。現世でもカールの忠誠を一方的に宣誓し、自分につきまとう雨を当初はうとましく感じる銃だったが、やがて一悶着の巣に困惑し、二人の間に奇妙な主従関係が結ばれることになる。しかし巷を騒がせる陰惨な連続通り魔事件に巻き込まれたことをきっかけに、銃の日常は大きく歪んでいくのだったという話。そんなわけで本作の主人公である銃沢銃、金髪でガタイがでかくて喧嘩が強いという、一見するとラノベ主人公としては結構珍しいタイプかもしれない。まあ、家庭環境を考慮するとグレルグレしてくれたというか、自分の抱えている孤独や苦悩に関して真正面から考えることを放棄するために不要やっている。ただ読んでいけば分かるんだけど、自分から周囲を害したりはしないし、自分にはない他人の美点を素直に尊敬できる性格なんだよ。あと作中に出てくるヒロインが大体変人ぶるいのせいでツッコミ役に回すところというか、まあ、相対的に常識人文字になっている。そして根が善人であることは災いして、本物の悪意や狂気にさらされたら簡単に悩むし傷つくし間違える。それでも救いを信じて不格好に悪悩めない、その強さの弱さを含めて最高にかっこいい主人公だと俺は思っている。次にメインヒロインの落ち葉の雨、本人曰く前世からの記憶を引き継いでいる獣様の忠実な下僕たる騎士なんだけど、お母さんの前では容姿の仮の姿として普通の娘を演じている。デーモン小暮家みたいな世界観の女子高生だ。まあ、銃とその周囲に対する電波的な言動を除けば文武両道の優等生、あと前髪に吹いた素顔を見せると驚くほどの美少女っていうのは今となってはお約束なんだけど、やはりお約束っていうのはいいもんだからこそいうふうに定着するんだよな。あとはいえ普段はずっと前髪を下ろしていて素顔が見えることの極端に少ないから、目隠れ好きもどうか安心してほしい。それから柔道のオタク趣味なんだけど、最近で言うともサブカル好きだけじゃなくて本来の意味でのオタク、広くて浅い、しかし一部主にアングラ方面においては深い知識を有している。そして物事を試作する能力も長けていて、善悪や正観、宗教観なんかに対してもどっか達観した視点で捉えている。で、言うならば、まあ、アメちゃん哲学も電波的な彼女という作品の大きな魅力の一つで、ジュウとアメちゃんの絶え間ない掛け合いから垣間見えるアメちゃんのユニークな情報を読んで心地いいし、個人的に視野が開けたり肩身が浮いたような気分になることも多かった。そしてこの電波的な彼女、作品のジャンルはサイコサスペンスなんだけど、物語の主題として完全な狂人は存在しないということが呼ばれている。本当に死に滅裂すごく人間なんて存在しない、人間社会の法律にも道徳にも縛られない異常者も実は異常者なりのルールで動いている。銃をはじめとした世間の人間はあくまで陰惨な事件の表層しか取られないから犯人を理解することはできないんだけど、アメちゃんは事件の裏側に書かれた意図を読み取り犯人の心理を分析して理解しようとする、さっきのあらすじ紹介で挙げた通り魔事件を例に挙げると、銃は過去に起きたほとんどの殺人が雨の日に起きていることに気づいて、犯人は雨の日を狙って行動するんじゃないかと予想するんだけど、毎回じゃなくてほとんどのところに光を覚えるんだよね。そこをアメちゃんはさらにもう一歩踏み込んで、その裏側に隠された犯人の行動パターンを予測していく。こういった事件を追っていく捜査の過程で、犯人の思考や行動を徐々に予想しつつも、いざ事件の真相に立てつくとき、抜き出しになった想像以上の人間の歪みに圧倒される。これが電波的な彼女の醍醐味なんだよ。あと、通り魔追うなんて警察の仕事じゃん、なんで高校生は捜査するんだって思う人もいるかもしれないけど、その理由は単純で、片山作品の日本は治安が悪すぎるんだよ。連日凶悪事件が起きすぎていて、住人ちょっと交際って程度の事件じゃ警察も本腰入れて捜査してくんない。
この辺り倫理観がナチュラルに狂ってるんだけど、電波的な彼女はある日突然教授の身勝手な理屈で日常が破壊される理不尽さ、実際に俺たちの人生でも起こり得る残酷な現実を一貫して描いている。それでも決して人生に絶望しない、クソみたいな世界でもあるかどうかもわからない一かけらの希望を生み出してひたむきに行くことを肯定している。作品の根底にあるのは人間という生き物に対する優しい眼差しで、一種の人間参加でもあると俺は思ってる。そんなわけで電波的な彼女、もともと大好きな原作だったんだけど、漫画版も本当に最高だった。コミカライズを担当された平岡先生、凄まじく綺麗な画風なんだけど、ただ上手いってだけじゃなくて、むき出しの刃物みたいな常に危うさをはらんでる繊細な美しさが電波の世界観にマッチしていた。素人目線で偉そうに語るんだけど、小説と漫画って至難の技と勝手に考えていて、小説って人間の想像力を媒介する創作物だから、後に漫画されたものでも解釈と違ったりだとか、原作の印象が自分の想像力を下回る形で更新されてしまう危険性も含んでると思ってるんだけど、電波の漫画版は読者が思い描いただろう静かに狂っている世界を忠実に再現した上で、モノラルの緊張が最高潮に達した瞬間に関しては圧倒的な画力で想像以上のものを出してくる。小説だと一文で済まされていたあれとかあれと描写、一切の妥協なしで忠実に描くされるとかなり精神的に苦労感があった。で、終盤流れに関しては俺とっくの昔に原作読んで流れを知ってるのに余裕でビビったからね。これを機に興味を持ってくれたやつは原作と漫画どちらからでもいいのでぜひ読んでみてくれ。で、俺は原作の後に漫画読んだからこのシーンこんな風に表現するのか楽しみなんだけど、漫画版を先にも形でも脚本と画力の双方で初見の初期味わえるし、それはそれで贅沢に味わえると思う。ちなみに漫画版は全2巻で原作小説1巻分内容が収録されてるんだけど、これ電波が楽しめたなら原作小説2、3巻も読み進めることを強くお勧めする。2巻のサブタイトルは愚か者の選択、幼い子供の眼球をえぐり出す連続猟奇犯エグリマをお話し、3巻のサブタイトルは幸福ゲーム、複数の学校をもたれ行われる大規模な嫌がらせ、幸せ潰しを止めようとする話。特に2巻愚か者の選択に関しては電波シリーズを通しての多くの読者が最高傑作に挙げるぐらいの完成度、物語の終盤で明かされるエグリマの動機が本当にエグい。どう考えても子供の眼球を売り出す行為なんて悪趣味な残虐行為以外の何者でもないはずじゃん。マジで単なる理解不能な異常快楽者の犯行であってほしかった。子供の眼球を売る子に対して納得できる合理的な説明を果たしてしまうのが本当に最悪。人間は理解が及ぶ悪にこそ最も恐怖と嫌悪を抱くってことを痛感した。ちなみに電波は OVA にもなっていて、尺が限られてることを考慮すればなかなかできよかったんだけど、2巻のエグリマだけは飛ばされていた。悔しいけど何一つ色はなかった。あと細谷義政、広橋亮、中原舞、西賀美月と声優も当たる効果だった。それから主題歌は素晴らしかったね。多分同じタイプの人も多いと思うんだけど、俺は落ち込んでる時にあえて暗い曲、鬱な曲を聴いてどん底まで気分を沈めることで逆に癒されるんだよ。鬼塚千尋さんとか倉橋優子さんとか。その点 OVA 主題歌である手のひらさんの太陽もすごい悲壮な曲調なんだけど、深く感傷に浸りつつ歌詞や慰めに込まれていて、夢の中にあっても光を見せている。電波のテーマを見事に表現している。本当に好きな曲だから、俺も人生過ごした時はよくこの太陽を聴いて慰められた。具体的に言うと枯れ目に落ちたりとか、あと念のために言っておくと、俺動画の冒頭でずっとコンテンツの供給が足りて辛かったけど、別に電波の原作は消化不良の形で解けてるわけではない。未回収の伏線とか、なんか次回に向けた布石とかも放置することなく、期間の3巻で完結と言われても納得できるくらい綺麗に終わっている。ただそれはそれとして、公式からシリーズ中の告知もないし、作品の中毒性が高すぎるからもっと読みたいって勝手に信者がわめいてるだけ。だからお前らも電波読んで俺たちと一緒にわめこう。そして電波にハマったなら、同じく片山先生が書いた電気バトル小説紅も素晴らしいぞ。こちらは日常と品種の境界線を描いた電波よりもさらに深い裏の世界に繰り返される異能バトルで描いているド直球王道の円卓作品だ。ただ世界観は共有されていて、紅読むことでなんでアメちゃんはあんなに強いのとか、銃の母ちゃんは何者なのといった電波で描かれなかった裏設定も俯瞰的に美しくなっている。ヒロインが7歳だから自動的に主人公にロリコンの予定されることを気にしなければ熱い名作だ。こんなわけで電波的な彼女、漫画はウルトラジャンプから全巻、原作小説はダッシュ X の子から新装版で3巻まで発売中だ。漫画版も一旦連載終わってるんだけど、もしかしたら見上げ次第では原作2巻以降の内容また漫画されるかもしれない。平岡先生が書いて雪見ちゃんが見たいんだ俺は。それに原作の同じ瞬間だって年号またで刊行されるかもしれないから、少しでも興味持ってくれたやつはぜひ手を伸ばしてみてほしい。それでは終わろう。